昨日福岡県では新たに4人の新型コロナ感染者が確認されました。福岡県によりますと、昨日確認された新型コロナの新規感染者は北九州市の10代から80代の男女4人です。それぞれ軽症と無症状で、重症患者はいないということです。福岡県内の感染者は9日連続で1桁となっています。県内で死亡した人はいませんでした。また福岡市で7日の感染者1人の発表が取り下げられました。福岡市の感染者がゼロになるのはおよそ1年ぶりとなります。市の担当者は、人数は少ないが引き続き感染対策を徹底してほしいとしています。佐賀県では新たに2人の感染者が確認されました。